はい、おはようございます。今日は土曜日ですね。いつもの大通公園からスタートしますけれども、今日はですね、ヨドバシカメラに、ステップアップリングですね、予約注文しておいたんですけれども、ステップアップリングとステップダウンリングですね、2種類をちょっと取りに行くついでにVlog を撮っております。ですね、なんでねステップアップリング買ったかと言います と、海外にですねとある機材を注文しまして、日本ではねアマゾンとかそういうところいろいろ探したんですけど売ってなくてですね、なんちったかな、海外のB&H でもないしなんちゃらっていうね、ちょっとあのカメラ機材のね、通販で有名なところですけど、米国ですね、米国の業者さんに発注しました。どんなものかねまたあの届いた時に、公開したいと思います。まあね結構マニアックな機材になりますね。はい、最近のね私のマイブームがヒントですかね。さてさて、すっかりねもう僕この02Vlog に使うの癖になっていましたけれども、今日はですね、ちょっとガンマをねあの PP6 なんですけどシネガンマからねちょっとね別のガンマに変えてテスト撮影も兼ねてやってます。はあ、今日はどうですかね、なんかちょっとね寒い感じしますね。気温が札幌は最高気温20度ぐらいになるっていう風に聞いてますので、あんまりねあったかくはないですね。で風もやや強い感じします。はい、さて皆さん、動画の編集っていうのを撮影もね、まあ、含めて、どうですかね、普段悩まれてることとか結構ありますかね。まあ、僕なんかはねもう本当に悩めばいいんですけど、悩むことなくね、まあ、自己流で、やってますけれどもね。で時々YouTube でねいろんなテクニックやなんかをこう盗み取ると、まあ、そんなことをねちょっと繰り返してはいたんですけれども、ただですねやっぱりなんですかねすごく詳しい方っていっぱい YouTube の方いらっしゃいまして、まあ、中にはねプロの方も結構いらっしゃって、そういうのもね非常に参考にはなるんですけれども、大体そういうサイト見ますとねあまりにもちょっと自分とテクニックにしろね何にしろ違っちゃって、見てるとねいや俺には無理だなっていう思いですとか、結構ねまあ落ち込むじゃないですけどね、素人だったらしょうがないんですけど、まあちょっと自分とは別世界だなって思っちゃってね、無理無理無理っていうこういう感情がこう強くなっちゃうんですけど、一つですねとても素晴らしいねクリエイターさんが一人いらっしゃいまして、すごくね専門的で知識も豊富でいろんなね情報がね教えてくださるサイトが一箇所ありまして、城のフィルムさんって言いましたかね、概要欄にねリンク先貼っておきますけど、この方のねいろいろな情報非常に参考になります。で特に最近ね動画をね撮る下手な人の特徴とね、それに対するアドバイスっていうのを挙げてくださってるんですけれども、めっちゃくちゃ参考になります。ぜひねまずこの2
2つをね見ていただきたいんですけど、すごいね自分にね当てはまることが多くて、いやー見ててね思わずこう笑ってしまったんですけれども、ただね、ジョーンさんのね素晴らしいところは、こういろいろねテクニックですとか伝えてくださってるんですけど、すごくね僕みたいなアマチュアに対する思いやりがすごいね動画見てて深いっていうのを伝わってくると思います。決してダメだと終わらないんですよ。必ずねフォローがね入ってるんで、結構ねいやこれ自分には無理でしょうと思ってたこともねなんとなくねジョーノさんのね動画見てるとなんか自分もやれそうだなっていうね気にさせられる、そういうねお話の仕方っていうのはね本当素晴らしいんですよ。で僕もね前回北海道大学植物園を撮りに行ったんですけど、ちょっとね意識してジョーノさんのねおっしゃってたことちょっと意識してね、ハイライトシーンをね2つばかり自分なりに考えて、ストーリーもある程度ね、事前に考えて、音楽もね事前にちょっと選ぶという今までにはねちょっとないパターンで編集してみたんですけど、結論から言うと編集がねすごくねやりやすかったのと、動画をね今まではなんだろうな、オープニングとねそれからラストのシーンだけ、それをちょっとね意識して撮って、他はねこうパッパッと見て、あ良さそうだなっていうことで撮ってたんですね漠然と。編集ねしやすい素材っていうのは意識しながらは撮ってたんですけど、その起承転結っていうのは全く頭に入れて撮ってなかったので、それをね多少ね意識して撮ったらすごくね編集がしやすかったですね。いつもだとねなかなかコマとコマこうつなぐのがうまくいかなくて、あっちこっち素材を見てねなんかつながるのないかなって、それに結構時間かかってたんですけど、ある程度どういうストーリーで、こういう音楽使ってって決めとくとね、意外と僕みたいな素人でも編集がねすごくねしやすくなったっていうことで、すごくねアドバイス大変ありがたかったです。でこれからもね、こういう Vlog はねストーリーっていうのはあんまり考えないんで、ただ歩き撮りなんでね考えてはいませんけれども、今後ねなんかこう作品を撮るときはねちょっとねジョーノさんのねおっしゃってたことねちょっと参考にして意識してね、撮影していきたいと思います。本当ねジョーノさんってねびっくりしますけどすごいお若いんですよね。お若いんですけどね、経験や知識がやっぱりね豊富なんでしょうね。でね面白いガジェットのね紹介もやってますし、それから撮影のね、テクニックはもちろんありますし、どう撮ればね、こういう映像が撮れるかっていうね、技術的なねことも暴露してくれてますんで、すごくね参考になると思います。ぜひね皆さんね一度ご覧になっていただきたいと思いますので、先ほども言いましたけどね概要欄のところにジョーノさんのジョーノフィルムさんって言ったかな、リンク貼っておきますので、ぜひご覧になってください。で今月のね先日ね26日に、ソニーのねアルファ 7S2 の後継機のアルファ
S7-3 が出るんじゃないかっていうね、発表されるんじゃないかっていうお話があったんですけれども、残念ながらですね、いろいろ諸般の事情があってね、来月なんかね発表されるようですね。はい。で状況っていうのはね、あのキャノンの、R5 に続く R6 ありますよね。それが、想定以上に、ちょっとね性能が良くてですね、ほとんど α7-3 の、まあ、噂されてるスペックに近い、はい、カメラになってまして、そうですね、4K の 120p は撮れないのかな、撮れたのかな R5、 いや R6 の方ですけど、あ、ローは積んでないんですね。でもねほとんどね、α7-3 の高感度が特筆してるっていうね、まあ特徴があるんですけれども、それもねなんか2000万画素の、まあ、撮像素子を使って結構ね高感度を意識して、出してきたカメラになるようですね R6 の方は。そうなると、価格ですよね。で価格がね噂では R6 が30万台でどうやら出すらしいと、いうちょっとね、噂が流れてまして、でソニーが多分びっくりしちゃったんでしょうね。スペックもまあほぼほぼ似ていて、値段がね約30万で出すっていうことですんで、かなりねソニーさんもねショック受けたと思うんですよね。まあ R6 はね、α のね 7S3 とはちょっと毛色が違うって前言いましたけど、全く別で、どっちかっていうと、ソニーでいうとね α9 の2ですとか、α7 の R4 ですか、まあ、そちらにね、比較されるカメラだと思うんですけれども、7S3 はね、スペック的にはねガチ R6 とね、まあガチンコで勝負ですよね。で、なんかソニーさんはねクワッドベイヤーセンサーっていうのをね使うらしいんでっていう噂がありますけど、まあそこもね、まあ写真やる人はねまあありがたいのかもしれないですけど、動画をね中心にやる方はやっぱりデメリットも大きいので、その辺ちょっと僕心配してますね。で一方のね R6 は多分α7-3 よりは高感度の性能は一歩ねソニーに譲ると思うんですけど、ただね2000万画素に抑えてある程度の薄暗みは α7S3 と変わらなく撮れると思うんですよ。となるとそれが30万で本当に出すっていうのであれば、ソニーさん α7-3 一体いくらで出すのっていう気持ちになりますよね。で僕としては、まあ、気持ちの中ではそうは言ってもレンズ資産とかありますので、あの EF のね L レンズはいっぱい持ってるんですけど、それはもう写真専用に使ってますんで、仮にね R6 にアダプターかまって使うっていうのはねあんまり考えてないですね。なのでそうですね、やっぱり α7-3 をね買って、今のね APS レンズとフルサイズ用のレンズを併用して、まあ、うまく使うという、
まあ、そういうことを考えるとやっぱりソニーを買うんですが、つもりなんですけど、ただ値段ですよね。例えば49万8千円とか50万近くすると、キャノンの R5 でいいかなっていうね、気持ちにはなりますよね。で今ねすごくねちょっとね気持ち的にはねソニーなんですけどちょっと悩んでます。キャノンでもいいかなっていう気もね、まあ価格次第ですね。結局ね価格がいくらで来月発表されるのか、 R6 がいくらで α7-3 がいくらなのか、あまりにもね買い差が大きければ、性能差がね発表された内容ではそんなにないのでちょっと悩みますね。まあ高感度がね特性が、あの現行のね α7S2 の倍ぐらいにはね少なくともなってほしいですよね。そうすると R6 もそこまではね対抗できないと思うので、その辺のねちょっと性能差もね、好感度性能差っていうのもね、実際どうなのかっていうのは気になるところではあります。はい、まあなんかグダグダ話してるしね、札幌駅の方に来ましたけれども、最近ね Vlog はこの02なんですけど、02ってねいくらジンバルに乗せてもこのようにブレるんですよ。はい、あの手ブレ補正をオンにしてるんですけど、それでも普通に歩いてると結構ですねこうブレちゃうんですよね。でもねやっぱり画質がいいんで、まあそっちをね優先させます。だからね編集の時ね結構気遣います。僕は編集ソフトで手ブレ補正使う時は使ってます。はい、まあただ手ブレ補正はね短所はクロップされちゃうっていうことですよね。はい、ちょっとイメージとね違う画角になったりとかすることもあるんですけど、まあ、できる限り使います。使いたくはないんですけど、どうしようもない時はねはい使います。で全て解決できはしません。あのひどいブレはね、まあ、ダヴィンチの手ブレ補正ではあの不自然になっちゃうんで、こう手ブレ補正をね効かせるのを 50% に薄めたりとかいろいろね調整取るんですよ。縦軸だけとかね、はい、そういうふうにいろいろ横軸だけとかね、極端に言うとそういうことも設定でできるんですが、いろいろやってもダメな場合はまあそのままブレたまんまのコマを使うというのがパターンですかね。さてさて、なんだかんだ言ってね札幌駅に着きまして、これからヨドバシカメラの方に行ってまいります。はい、ここはねいつものねこのジンバルテストにね非常にいいところなんですけど、はい、ちょっとねそれじゃあガチジンバルテストねしてみたいと思いますが、R2 の前はね絶対ブレますから見てください。はい、ってこんな感じになります。さあそれではね、ちょっとヨドバシカメラの方に行ってまいります。お昼はホエー豚丼です。500円。はい、札幌の、ね、地下歩行空間のところに来ました。今日はヨドバシですね。めっちゃ混んでましたね。すごい人です。で札幌駅の、エスタですとか、大丸さんですね、めっちゃくちゃ人いました。
もう通常に戻りましたね。雰囲気的にはあの通常に戻った感じですね。土曜日いつものもうそれこそ12月、去年のね、雰囲気に戻りつつあります。地下歩行空間もあのこれ広角で見えるので人少なく見えると思うんですけど、結構うじゃうじゃ実際は、まあ、人間の目で見ると結構人はね出てる状況になってます。ようやくね活気はね戻ってきましたね。昨日も札幌は感染者数確か1人ぐらいだったですかね。ここ最近ゼロとかね続いてるんで、まあ湿度が高くなったせいかどうかわからないですけども、最近はねちょっと落ち着いてきましたね。はい。おお、なんですかね、綺麗なねちょっと花があるんですけど、これは撮っていいな、大丈夫だな。ああ、今年中止になったあのフラワーカーペットですね。はい、はい、フラワーカーペットのねちょっとなんていうかデモ版みたいになってましたね。はい、ということでね、今日のね Vlog はこれで終わりにしたいと思います。あとはちょっとソニーショップに行って、また情報を聞いて、皆さんにはちょっと発表できないようなね情報が聞ければ一番いいんですけれども、はい、ちょっとねいつもの、はい、メンバーの方々といろいろね情報をね、はい、聞いていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。